北朝鮮軍の中枢から流出した一本の USB メモリー。その中に1万2000ページに及ぶ国家の機密ファイルが入っていた。指導者金正恩氏がどう権力を握り軍を支配してきたのか、知られざる内幕が記されていた。全軍への指令書から浮かび上がる恐怖政治の実態。山奥に落ちる針一本の音も私に報告しろ。逆らう者は粛清せよ。30代の若さで朝鮮労働党の頂点に立ち、盤石の権力基盤を誇示する金正恩氏。しかしその裏側で内部情報の流出や軍のクーデターに怯える意外な実像が浮かび上がってきた。軍内部の秘密が漏洩している。このままでは祖国が砂のように崩れる。私たちは世界第一線の専門家たちと共に機密ファイルを徹底的に分析。見えてきたのは決して外部に明かされることのなかった国家の闇。金正恩のがそのいかに軍に対する指導権を強化し確立していったのかと、全部と言っていいぐらい集約されていると。これまでのような推測ではなく、初めて本当の北朝鮮の姿がこの機密ファイルから見えてきたのです。謎に包まれた国北朝鮮、独自に入手した機密ファイルから知られざる国家の内幕に迫る。